はい、本日はですね、7月に買ってよかったものを紹介していきたいなというふうに思います。でですね、まあこれ毎月毎月月末に紹介はしていってるんですけど、まあこれが来たらうわもう早くも1ヶ月過ぎたかという感じで、まあ一応7月がもう後半になってるのでご紹介していくということにはなってるんですが、まあ、今回もいつも通りファッション系のアイテムっていうのを一応5つ紹介していって、あと番外編っていうのが 4個ですね紹介していくと、あすいません3個でした、3個紹介していくということなんで計8点紹介をしていくんですけども、実は7月ってですね、まあもちろんいつも通りファッション系も購入しててレビューとかいっぱい出してはいてたんですけど、これ今パーって思い返したらですね、意外と結構小物が多いんですよね。だからあのランクインとか見たら、あれこれ小物系 YouTuber かなって思うぐらい小物がずらっと並んでますが、まああんまその辺は気にせずにいつも通りご紹介していきたいなというふうに思いますので、今日の流れとしては5432まで行ってから番外編を3つ紹介して、最後1位を紹介しておしまいという流れになっていきますので、それでは行きたいなというふうに思います。ではですね、7月に買ってよかったものベスト5の、第5位というのはこちらのノースフェイスの防水のポーチになってます。でですね、まあこれを選んだ理由としてはですね、やっぱり防水のポーチっていうのが今まで僕持ってなくて、あのまあ防水の生地を採用してたり止水ジップを採用してるっていうカバンは持ってたりしてたんですけど、もう完全に防水のポーチとか防水のカバンっていうのは持ってなくて、これ1個持った時に、あやっぱ完全防水のアイテムってあのやっぱあったら便利やなとかって思ったりしてて、まあそれこそ僕あの1回ナンバの方に1人で Vlog 撮りに行った時も、これあの傘代わりというかサラリーマン風な感じでカバン代わりにしてこんなんしてあの雨宿りというかこうやって雨かかないようにしてたんですけど、やっぱその時とかもこの中に財布とか入れてても全然気にならへんし、まあ、スマホとか入れてても全然濡れる心配とかなかったんで、あこれやっぱ防水ってやっぱ使ってみてよかったなっていうふうに思ったんで、最初買った時はまあそんなに良くもないし悪くもないかなぐらいしか持ってなかったんですけど、まあ、これ防水はやっぱ使い勝手いいわと思って、まあ、特にこれからあの夏場とかは台風が来たりとかしますし、まあ、雨がよく降ったりとかすると思いますし、あとこのレビュー動画の時も言ってたんですけど、例えば海とかもそうですよね、川とかそういう時なんかにも使えるので、これは意外と使い勝手がいいかなというふうには思います。なので僕もあのそんなに期待はしてなかったんですけど、これから多分私服でも使っていくやろなっていう感じでは思ってるんですが、まあ、ただ一つやっぱ気になるのがですね、これ紹介動画のデメリットでも言ってるんですけど、若干硬いんですよね。だからこう荷物とかピュッて入れる時とかもちょっとこの生地が硬いのでギュッて開けたらなあかんので、まあ、その辺は少し気になるかなという感じはあるんですけども、まあ、何より防水であるっていうところが結構良かったなというところになってますので、一応第5位にランクインしたということになっております。でちなみにこれが値段が今ちょっと安いところもあったりしてるので、8000台とかで購入できるお店もあるので、まあまたそれも下の動画説明欄に貼ってるんですけど、こちらの名前を忘れましたか、ポーチが第5位ということになってます。まあ多分下にね名前は出てると思いますけども、じゃあ次は第4位に行きたいなと思います。では次第4位というのがですね、こちらのエコバッグになります。でエコバッグがですね、今年今月2個購入してレビューはしてるんですけども、やっぱりこのノースフェイスの方がちょっと良かったかなというふうに思ってまして、まあ、2つ紹介したって言ってもこっちが26リットルって言ってこっちの方が若干大きいんですよね。なので使い勝手的にもこの大きさってめちゃくちゃ使いやすいので、まあ、これはあって良かったかなというふうに思います。もう本当にあの我が家ではこれメインのエコバッグとして使用してて、もう常にこう畳んだ状態で玄関に置いといて出かける人がこれを持っていくみたいなスタイルをこれはメインとして扱ってて、一応もう一個の方はサブとして扱ってるので、車のダッシュボードに常に掘り込んだ状態にしといて、まあ、たまにちょっと寄り道してコンビニ行った時にそれは使うんですけど、まあ、これに関してはもう買い物に行くぞっていう時にこれはもう使うっていうことになってるので、まあ、こちらはもうちょうど今月からですよね、あのレジ袋有料化になってるから多分ほとんどの方がまあエコバッグを買ったであったりエコバッグを購入しやなあかんなって思ったと思いますが、まあ、これがランクインするのがいかにも今月らしいというか4月ならではのランクインかなというふうに思いますので、これ1ヶ月ずれると多分ランクインしてこへんかったけど、まあ、今月やからありがたみがめちゃくちゃわかるということで、まあ、こちらが第4位にランクインしたということになっております。ちなみに僕はもう一色持ってる、ギアナイトギアやったかな、グラナイトギアやっていう、エコバッグあるんですけど、それはちょっと紫を買ってて、まあ、いつもと違う感じが良かったんですけど、なんかそれ嫁はあんま好きじゃないみたいなんで、嫁はこっちの方が気に入ってるということなんで、まあ、一応こっちをランクインしたということになってます。で次のですね、4月に買ってよかったもの第3位というのはですね、こちらのウーホスのサンダルになってます。でこれはですね、僕パッて今月上げた動画見た時にあれウーホスって7月やったっけと思ったんですけど、これ7月に実は上げてて、もうこれ毎日履いてるからもっと前やと思ってたんですけど、これ一応7月に購入したアイテムになってるので、それ考えたらこれ第3位かなというところで、
もう本当に毎日使ってるので、これがないと違和感があるぐらい愛用してるようなサンダルになってるので、まあ、こちらが第3位ということになってて、たまに履くの忘れて裸足とかでヒューって歩いたりするんですけど、裸足で歩くと足の裏にですね、うちカーペットとか何も引いてないのでゴミがめっちゃつくんですよね。で毎日ブラーバ2回掛けしてるし、毎日掃除機かけてるんですけども、それでもホコリってなんでか知らんけど落ちてて、足の裏にホコリついたりとかしてうーんとかやって気持ち悪い感じになったりするので、やっぱりこういうサンダルが1個あるっていうのは、まあ、足が楽になるっていうのもそうやけど、それ以上にゴミもつかへんし結構良かったかなと思います。だからこれ裏返して足の裏の方を見てもらったら、こうホコリとか髪の毛いっぱいついてるので、こっちはちょっとお見せできない形になってモザイクをかけやなあかんと思うので、まあ、これはお見せしないようにしたいなと思います。で次がですね、4月に買ってよかったもの第2位というのがこちらのアークテリクスのアロー22になってます。でこれがですね、ついこの間先週ぐらいに出した動画が上半期に買ってよかったものでもこれ実はランクインしてて、おいおいそれやったらこれ7月ちゃうやんけっていう感じだと思うんですけど、まあ動画見返したら一応これ7月にアップしたから、一応4月っちゃ7月やなって、まあ、僕自分に言い聞かせて7月やと思ったんで7月のランクインします。で、5月6月とアークテリクスが1位になってて、5月はマカ2が1位で、6月はスコーミッシュフーディーが1位で、7月もアロー22がこれ1位になるかなってずっと思ってたんですけど、このアロー22に買ったアイテムっていうのがあるので、まあ、それが1位にはなってるんですけど、まあ、でもそれぐらい使い勝手も良くて僕のメインのカバンになってるので、まあ、これは本当に買って良かったかなというふうに思いますので、第2位になったということになってます。一応まあ特徴とかは簡単に説明すると、まあ、こういう生地とかが防水の仕様になってて、止水ジップは使ってるけども一応防水のカバンではない。だからさっき第5位で紹介したノースフェイスのこういうポーチはもう完全に防水でどっから雨が降っても濡れないんですけど、これに関してはちょっとこういうナイロンのところから水が入っちゃうと濡れちゃうかなみたいな感じになってるので、まあ、ちょっとはっきりしないカバンというか、まあ、ちょっとこれが防水やったらもう言うことなしなんですけど、ここがちょっと爪が甘いんかなみたいな、爪が甘いっていうか、なんかここ防水してほしいなみたいな感じになってるので、一応第2位ということになっております。でこれはカバンが自立しないっていうのがもう皆さん言ってはるんですけど、僕はこのクリッパーをつけてますので、まあ、このクリッパーでこうやって引っ掛けて、自立しなくてもいけるというスタイルにしてますので、こちらのクリッパーもおすすめですよということになっております。はい、別にクリッパーの案件でも何でもないですが、次に行きたいなと思います。ではですね、こっからはちょっと番外編に行きたいなと思いますので、番外編を3つ紹介してから1位に戻っていきたいなというふうに思います。ではですね、7月、買ってよかったもの番外編、まず1つ目というのがですね、こちらの横見え防止シートになってます。でこれがですね、パソコンとかにパチンって貼るんですよね。でパソコンに貼って、これちょっと横向けるともう全然真っ暗になって見えないので、まあ、ちょっと横にやらしい人が来たなとか、ちょっと変態が来たなと思った時なんかはこれパッて貼っといてもらえればパソコンも見えへんし、まあ、僕がもし仮にサラリーマンやったら自分のノートパソコン、これインチっていろいろあるんですよ。これ16なんですけど15もあるし13もあるんですけど、自分のノートパソコン用のやつを買っといて、社内ではこれパチってつけといて、上司が来るまではずっとゲームしといて、上司が来たと思った瞬間に慌ててエクセルに戻すっていう風にしとけば、このギリギリの角度まではバレへんので、でこの真後ろに来た瞬間に見られるんですけど、この真後ろに来るまでの間にエクセルやワードに戻して、いかにも業者へ発注してたみたいな雰囲気を出して仕事をしてるような顔をすると思いますので、まあ、これは結構サボりたい方もそうですし、あとまあこの秘密の情報がある方もそうですし、まあ、見られてはいけないものを見てる方もそうやと思うんですけど、そういう方にはこれはおすすめやと思いますので、まあ、僕はこれ使い勝手めちゃくちゃいいし、使う用途もバッチリ自分の頭の中であるけども、いかんせんこの最近ちょっと外にあんま出れないじゃないですか。だから外にパソコンを持って出かける機会がないので、これまだ一回も使ってないんですよね。やけどこれ買ってよかったなっていうのは、使う用途はもう明確に見えてるけども、いかんせん使う時がないっていうことで、まあ、もうちょっと落ち着いて外にバンバン出れるようになったりとかしたら、それこそカフェとか、あとまあその県外に行ったりとかしてる時の合間時間とかで使ったりはできるとは思うんですけど、まあ今のところはまだまだ全然使ってないということになってますが、まあ、一応こちらも買ってよかったもの番外編の一つ目になっております。で買ってよかったもの番外編の二つ目っていうのはですね、これまさに今出したばっかりなんですけども、こちらの、カードケースになってます。これはですね、栃木レザーを使っている本革のカードケースになっているので、僕は一応使用用途としては名刺を入れるために、まあ、購入してて、まあ、それ以外にも財布とかにも結構、例えばクレジットカードとか、あと銀行のカードであったり、あと免許証、マイナンバーって結構いろんなカード皆さん入ってると思うんですけど、そういう時なんかはもうこれにスポッて入れちゃっといて、もうカード類はここにあるみたいな感じにしちゃえば、まあ、最近で基本現金
金いらない時ってあるじゃないですか。そしたらまあこういうカードケースだけ1個持ってスマホ持っておけば、まあ、例えばコンビニとかで買い物もできるし、まあ、急でお金下ろさなあかんってなったら銀行から下ろしたりもできるので、まあ、そういった使い方なんかもできるし、まあ、もう名刺専用としても使えるとは思うんですけども、これ何がおすすめって、これ土地レザーを使ってもうメイドインジャパンで作ってるのにもかかわらずこのクオリティで4000円を切るということになってるので、これはもうめちゃくちゃ良かったなというふうに思ってて、まあ、これから今後どんな経年変化をしていくのかっていうのがまあ楽しみではあるんですけど、まあ、あえてこのヌメ革という一番色を使ってない色、普通ってこっから色を入れていくんですよ。茶色を入れていったり赤を入れていったり黒を入れていったりするんですけど、もう一番動物の革の色のままがヌメ革っていうんですけど、この状態からいかに変化していくか、飴色になって茶色になっていく変化っていうのを、まあ、ちょっと楽しんでいきたいなというふうに思ってますので、こちらはちょっと1年2年後がちょっと楽しみな感じのアイテムということになっておりますというのと、まあちょっと来月にですね、ちょっと僕名刺交換しやなあかん時がもう明確にあるので、まあ、その時までにちょっと用意しやなあかんっていうのもあって、まあ、こちら購入したということになっておりますので、次に行きたいなと思います。ではですね、次の番外編3つ目ラストっていうのはですね、こちらで今ないんですけども、Amazon のアレクサになってます。で、Amazon Echo Show 5っていうのを購入したんですけど、まあ、5っていうとだいたい1年ぐらい前に発売されているモデルで、液晶がついてるんですよ。で、話しかけたら答えてくれるみたいな、よく聞くじゃないですか。で、そういう例えば天気どうとかって聞いたら晴れですとか、今日何日って言ったら7月何日ですみたいな返してくれるんですけど、まあ、それがモニターついてるんですけど、今 Echo Show 5じゃなくて8っていう8まで出てるんですけど、8は大きいんですよね。だからほんまはそっちの方が新しいんですけど、5の方やったら今なんか割引期間かなんかで2個セットで1個の値段になって、要は半額で買えるので1台が無料でついてくる形になってるので、まあ、ちょっとこの時に買わん手はないなと思って、まあ、急遽購入して、確か8月の2日か3日ぐらいまではなんかそういうキャンペーンがあったりするので、もし仮に Amazon Echo を導入したりとか、こうスマートホーム化したいと思ってはる方は、まあ、これを機に購入されれば半額で購入できるので、まあ、いいんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、我が家は速攻でポチったということになっております。でちなみに最近の使い方としてはですね、まあ、僕はデスク周りの充電とかは全部口頭で伝えてて、常に線は差してるんですけども、パソコンとかも線は差してるんですけど、充電してって言ったら充電するなって、充電やめてって言ったら充電やめてくれるので、まあ、充電しすぎないようなシステムにしたりとか、あとまあ寝室 のライトを消したりつけたりとかっていうのも音声でやるような形になってて、まあ、嫁に関しては褒めてって、アレクサ褒めてって言ったりして褒めてもらったりだとか、もっと褒めてとか言って、はい、という感じでアレクサと会話をして楽しんでおりますので、まあ、こちら導入してよかったかなというふうには思ってます。まあ、まだちょっと使いこなせてないんで、今後いろいろ使いこなしていって自分たちの生活に合ったような使い方ができればいいかなと思ってて、それこそなんかたたいまって言ったらライトが全部ついてエアコンが出てきたりだとか、お休みって言ったらもう全部が消えるような、そういう設定をしていきたいなと思ってるんですけど、まだ今はできてないので、まあ、これから年内ぐらいにかけておいおい完成していきたいなというふうに思ってます。はい、ということになってですね、7月に買ってよかったもの第1位に戻っていきたいなというふうに思うんですけども、買ってよかったもの第1位の発表をしたいなというふうに思います。こちらのミステリーランチのゾイドバッグになってます。まあ、要はポーチなんですけど、まあ、これが一番小さいサイズ、次が中ぐらい大きいサイズってあるんですけど、まあ、これはほんまに買ってよかったですね。っていうのも結構、まあ、小物とかって多分どんな家にもあると思うんですよね。で、まあ、荷物とかって知らん間にあるだけで、ヨーヨー見たらめっちゃ散らかってるとか、なんかその辺に転がってることってあると思うんですけど、こういう小物ケースをちょっと用意しといてあげるだけで一気に部屋が綺麗になってくるし、片付くし、どこに何があるかはっきり分かるので、まあ、これは購入してよかったかなというふうに思います。まあ、ちなみに、僕の今の使い方はこの一番小さいのがちょっとカメラ関係の機材入ってて、この真ん中のは音声関係の機材が入ってて、これは照明のコードが入ってるので、もう延長コードとか全部コードに関してはこれが入ってるということになってるので、もうパッて色見るだけで何が入ってるか分かるので、まあ、これはあってよかったかなと思いますし、あともう普通にカバンの、個人的にプライベートで入れるカバンの小物用としても欲しいなって思うぐらいこれは良かったんで、ちょっと追加で購入しようかなとも思ってるぐらい気に入っております。でちなみにこれはですね、ミステリーランチっていうアウトドアのブランドが出してるものなんで、しっかりナイロン使ってるので丈夫ですし、でさらに開けたり閉めたりしやすいようにこういう紐がついてたりするので、手袋をつけた状態でも閉じたり開けたりできるような仕様になってるということになってるので、結構僕が以前レビューしたこれ動画あるんですけど、この動画見てから気に入って購入した方も多いみたいで、まあ、僕も実際ほんまにこれは気に入ってるので、まあ、レビュー動画作った時からちょっとその気持ちが溢れ出てたかもしれないんです
ですけど、まあ、これはちょっと今まで5月6月と1位に輝いてたアークテリクスをちょっとこう押しのけて第1位になったアイテムということになってます。もうまさかこのミステリーランチがこんないいと正直思ってなかったんで、これはちょっと僕自身も意外やったんですけど、まあ、これは買ってよかったかなというふうに思います。はい、ということになっているので、1枚7月に買ってよかったもののアイテム5つとあとまあ番外編3つっていうのを紹介はしていたんですけども、まあ、また来月も購入していくものはあると思うので、また来月もご紹介していきたいなというふうに思います。ということになってますので、本日はですね7月に買ってよかったものを紹介してみたという動画になってます。また来月お会いしましょう。ありがとうございました。